2023年の12月の22日、まあ今日も仕事してましたね。なんかそうですね、いろいろその考えることとか意見聞かれることがまあまだまだ結構あって、まあ忙しいっちゃ忙しいんですけど、それだけまあ信頼してもらえるっていうのもありがたい話ですよね。まあ結構自分も会社で働いてて、いろんな人がまあ離職していくシーンも見てきたんですけど、まあ離職前の行動ってかなり印象に残ったりもしますし、結局世間が狭くてその時の印象とか評判もまあ回っていくものなので、本当綺麗に辞めるっていうのは大事だなっていうふうに自分は思ってますね。仕事が落ち着いてから、前も読んでいた板坂陽子さんの平家物語あらすじで楽しむ源平の戦いっていう本、続き読んで読み終わりましたね。まあこの方の語りを聞くと、もう一回平家物語が見たくなるっていうような、そういう本で、まあ面白いなっていうふうに思うのは、同じ物事とか話でもその人の語り口によってより面白く感じさせるってところがありますよね。それってその人が楽しむ方法、面白い見方を知ってるかどうかっていうことだと思うんですよね。まあ自分の場合だと、映画監督の押井守監督の映画のレビュー見るのも好きで、押井守さんが書いてる文章を見ると、見たことない映画についての文章でも、まあ、なぜか面白いんですよね。まあそれをまあ応用じゃないですけど、自分の人生を楽しく生きるためにも、そのものの楽しみ方とか見方がわかるってすごい大事だと思うので、まあ本読むとかいろんな場所行くとかして、そういうその目を養うっていうんですかね、なんかその楽しむ方法がわかる大人になっていきたいなっていうふうには思いましたね。ニュースとしては、テレビ番組の制作会社の倒産が今年多いという報道がありました。まあ要因としては、インターネットとかいろんな場所にコンテンツが増えて、広告費も分散化されることで、テレビの制作に予算がかけられなくなった背景があるということらしいんですけど、でもテレビでリッチなコンテンツが見られなくなった分、 YouTube のコンテンツが増えたりはしてるので、まあそのお金がかけたコンテンツ、面白いコンテンツが見られる総量はそんなに変わらないか、むしろ増えてる可能性もあるんじゃないかって思うんですが、まあネットの場合、海外のコンテンツと時間の取り合いになるから、海外で作ったコンテンツの場合、日本の制作会社に落ちなくなって、面白いコンテンツが安く作れるエリアに制作費が吸われてるっていうことなのかもしれないですね。以上です。